はい、筑紫ヶ丘ゴルフクラブ南の7番コースです。はい、これロングやね、うん、左ドッグのロング、うんうん、ここドラマが起こるよ。511、はい、上げですね。やばい？お？音がした。うん。次は太郎さん。これ？はい。なんかそれ眩しいねクラブ。眩しいクラブ持ってん。いやいい。眩しいクラブ。ドライバーです。そんなんでいいのあんた？ね、ドライバーやったらもう山裾狙いっていうかあれよね。修復よね。トールは相変わらず変わってないね。トールもあんだけ言ったのに。あ、やばい、あ、やばい、出ろ。やばい。あ、でも、あ、出てきた。あ、あ、出てきました、出てきました。悲しい今のやつ。あ、なるんか。捕まえに行ったらちょっと攻めすぎて。3番アイアンでいきます。はい、上げ取る。じゃあ、あの木の左側で。はい、OK。 はい、はい、取る。ナイス。そんな見ておもろいアイアンとかのちょっと見ておもろいかな。いや、太郎さんが打ってくれる分いや、よかった。ここマジ狭い。ここね、奥が打てんの、あまりまっすぐか。あ、ここコンペで、こっちの南は回ってないんですよね。いや、松坂さんはどうやって打つかちょっと見たいですね。300ちょっと、もう平均、平均やね。平均300がデフォ。やばい。ストーリー載ってましたね、なんかいろんな人、まあ、みんながね、撮れたもんね。すごいですね、まあ、パワーはすごいよね、まあ、体つきもすごいし、ワンオーバーとか全部うまいよ、ある、あった全然 OK、 全然 OK。 ついてこい大使。はい、山に行くぞ山に。あ、こっちの方がいいやんね、絶対ちょっとおもろいやんね、はい、攻めた結果ですね。そうね、あんなんさ、アイアンでったらフェアウェイのこの決まっとる。5番アイアンで、はい、斜面の上、はい、おお、いい。いいよね。まっすぐね。まっすぐです。はい。よいしょ。いいよこれで。いいよね。はい。ナイス。ピンまで300くらいあるけん。うん、300もないの。270くらい。うん、あ、もう狙わん、狙わんた。うん、狙わんで、ちょっと上げやけん。狙うわけないやん、こいつら。いきますよ、2万ユーティリティで、はい、まっすぐ、うん、左関与に。ナイス。あ、ちょっと来た。ぽいね。うん、ぽいな。ここずっと左やったもんね。左？あ、そう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 、ちょっと打ち込んで低い球を打とうと思って。うん、何やろうね、シャンク出るときって手元がこう上がってるんですか。まあ、浮いてるときもあるし、ちょっとこうカットが強くなってるときもあるし。あ、こっちも、はい、こうビビり出したらゴルフならんちゃうね。うん、しかも伝線するやん、シャンクって、うん、シャンク出したら視聴者さんに伝線するやん。178ヤード、はい、上げ5番でいきます。はい、うわ、やばい。いった。マジ？やばいこれ。あ、でかい。
あ、あ、でかい、こぼれた。本当。グリーンが硬いですね。硬いね。うわあ、6番でよかったんかな。じゃあ、ちょっとまっすぐ行ったね。まっすぐでしたね。右に感じたり、この。うん。とりあえず7番で。はい。あ、でも、あ、風がちょっと右か。何ヤードでした？159です。159、はい、前からでいいかなと思ったけど、うんうん、薄いです。なんか刻んで刻んでいくと、うん、バンカー絡んでくるっちゃん、うんうんうん、まあでもバンカーより OB とかペナルティの方が俺は嫌や、ね、バンカー入ってるんですよ、うん、ペナルティの方嫌や。嫌や。80ヤード、はい、左からの角度58。はい。バンカー硬いし。あら、あれ。なんかくぐった？うん。オッケー。ミオちゃんのはどこ行ったっけ？ラフですね。ラフ。ああ。なんか宗光さん苦戦してますね。苦戦してますね。もう自信がなさそうに。大会の後だけ。ああ、結構なんか練習もできなかったかな。うんうん。大会でちょっと叩いてます。うん。びっくりしました、成績見て。あ、やっぱオフィスマスターだから。うまっ。うまっ。ありがとうございます。マジか。まだ良かった。うまっ。ミオンちゃん4オンやね。ほう一緒やね。だけどアプローチこういう30ヤードのさ、うん、今日朝シャンクしよったけど、ね、アプローチが、うん、多分30ヤード58で、うん、お、いいんじゃない、いいんじゃない。えぐい。うわ、やばい。入ってくれても面白かったよね、うん、いいアプローチです。うまい。早い。え？ちょ、レベル高い。やばいって。あ、なんで俺めっちゃ飛んできたの。ちょっと緊張したな。はい、お願いします。ナイスパー、はい、上がってみればパーですよ。確かに登山したけど、はい、ナイスパーです。じゃあ、パーパットです。はい、失礼失礼。スパー一緒じゃない、スコア一緒ですね。ありがとうございます。すいません、俺がみんなが欲しがるみおちゃんのグローブ。まだ破れてる。やば、これ全部スポンサー。あ、そうです、そうです。すごいね、でっかバッペ。はみ出そうや。今日はサンバイザーの、うん、あ、そうやね、いつもキャップやもん。はい、いつもキャップなんですけど、今がオールパーですね。オールパー、よかった。ハローさんもナイスカバーですね、あそこのセカンドは。そうよ、みんな笑ったもんね、ティーショットの後。笑ってたよね。上がってみれば全く一緒。はい、ナイスショ。ありがとうございます。ナイスショ。はい、南8番、はい、ラスト2ホールですね。はい、パー4、347。ちょっとここがチャンスやけんね。ピンもいい位置をセンター。チャンスホール。はい。あー、やばい。残れ。大丈夫、傾斜。あ、お。大丈夫ね。ふう。やば。
ってる。変なテンション。ちょいちょい、これはなんか左足下がりになって。うん。OK。バリトンド。よし。で、結構狭いやん全然。うん。右も左も OB やね。OB ないな。結構あの T が今日うまいやん、ね。ラスト2で、はい。ミヨンちゃんが勝てますよね。イブン。イブン。でワンオーバー。ワンオーバー。普通。そうか。いいね。やばいな。どうだ？トルク今日いいね。いいですね。今日いいんですかね。なんかね。パターがちょっとあれですけど。でもなんかもうあったかくなってきて、アプローチがめっちゃなんか簡単になってきたんですよ。それあるんですかね。スコアが良くなる。そうだろうね。硬くないから。うん。プスじゃなかったんや。芝のせいやった。芝のせいやった。いや冬むずいやん。薄いし。ね、そうなんですかね。ちゃっくりいくし。もうタイ行ったあたりからだいぶいいよね。そうね。タイの時めっちゃ良かった。タイの時良かった。タイ太郎さん海外でゴルフしたりとかしたことあるんですか。これな、ないね。あ、ないですね。ちょっと言っても自分もそのタイだけやろ。タイだけですね。いや、これだけが、ね、むちゃくちゃ面白かったんで。行ったことないスカウトで来たけどさ。いや、めっちゃ面白かったんで、ちょっと太郎さんとタイに行ってよ。はい、行きたいですね。タイに行きたい。いやいやいや、そんな、よっ、そんなんか、おじさん中のおじさん、よっ、逆名人、逆名人、恥ずかしいってタイに行きたいんだって。ゴルフは今日おもろいですね。124です。124、はい、9番。上げてますね。やっぱ全部薄い。どうだ。お、ナイス。オーバーしたかも。5個ぐらいだと思うんですけど。116。116。はい。はい。左か。おー、ナイスショー。飛びすぎやろこれ。めちゃくちゃ飛んでね。まずちょっとやん。やば。ただ救済受けます。はい。これやばいっす。マネットワルドか。傷ついてないです。はい、じゃあ52ヤード。はい、58で。これちょっとバーディー取らんとね。うん。まあ、あ、でもいい。いいんじゃない。あ、いいかも、いいかも。いいかも、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 見えんよね、なんか。ピンの根元が。うん。いや、いい感じ。なんか寄りそうな。ああ、止まっとる。この。あ、ここか。ナイス。スパー。うわ、楽楽パー。じゃあバーディーパッチです。マジで。あー、ちょっと切れる、めっちゃ。うん、青崎です。スパスパ。いいね。いいリズム。はい。
おお。面白くしてくれた。おいおいおい。おぎ。おぎ。残念。残念。残念。パターン気にしすぎる。あいつはパターン、あいつはパターンが、パターンが上手かったらねって言われるんだ。あとはパターンだけとか書かれとかやったら、そうやろ、やば厳しいよね、うん、YouTube のラストか、次最終ですよ。 いい勝負やね。いや、ちょっとなんかえぐいな、これ。いい感じの緊張感ですね、うん、ちょうどいいね。ちょうどいいですね。何が何が何がちょうどいいの。緊張感ね。緊張感ですね。さあ、最後最後です。うわ、えぐいところにピン切っとうよ。ですね、端っこ。ほんまや。二段グリーンも。これ出とんやない、これ。どういうこと？カラーなんやな、これ。本当にこれ。カラー。カラーに刺したの多分。南のラストね、9番ホール。はい、南の9番。パー4の371。うん、ここはね、もうあの見える右のバンカーがあるやん。うん、あそこの右はもう帯。帯。即帯。ペラったらアウト。グリーンがむずいな、距離ないけど、うん、グリーンがむずいじゃん。確かに。ということで、これカメラちょっと、アンドでお願いし、アンド、アンドカメラで。これ映らないぐらい、もう普通。いや、もう入ってもいいよ。入ってもいいよ。カメラが回らんとね、データも出ないんですよ。見られて上がる最初に。多分めっちゃ板出ると思う。よいしょー、ほら真ん中ね、真ん中。やっぱカメラやね。このインスタ用のこっちのカメラ。あ、こっちのカメラ。これが大事よってことです。これがないと気合が入る。タロさんのインスタ面白いんで、ぜひチェックしてください。ありがとうございます。うん、しょ。あ、木に当たった。木に当たったね。ちょっと右ビビった。斜めらしい。やばい。キショって聞こえましたね。キショって言われてましたね。ないキショーね。キショいけど、キショいけどとか言うよ。悪い悪い悪い。ピーよ、ピーよ。いいよ。ありがとうございます。ナイスです。毎日と現実を申し出された。そうだね。あ、でも俺キー当たったけん、今日は今日は毎日120ヤードぐらい、はい、うん、前回、はい、そう、うん、これって、そのなんかティーのハンデがどうとかって言われたけど、うん、女子プロってどこら辺がそのだいたい今ぐらい、今ぐらい500とかになるんで、6500とか。ああ、じゃあそのレギュラーとか、レギュラーとか、まあバックバックも入るぐらい。フルバックはさすがにない。確かに今まで7000ヤードとか、あ、まあね、いかんけど6800か。若宮のバックとか一緒もあるやつ、うん、結構あるもん。若宮はバックで回った、2人で。あ、そうです。あ、そうなんや。そう考えたらめっちゃ長いもんね、あれ、バー4。そうですね、フルバックだってやっぱきついですね。やっぱ時間の欲しいがめちゃくちゃ。確かに確かに。それを多分コメント欄で言われたもん、うん、じゃあ勝つにはやっぱり引っ張ってそのフルバックでみおんちゃん回らせたら、あ、そしたら多分勝つ可能性が出てくるってことね。え、狭くないこれ、俺、リビア。あ、1個。あ、タロさんギリギリ。え、おぉ、うわ、危ねえ。よね、なんか狭と思ってこのね、ちょっとだけ真ん中にどっちかといったら行ってましたね。そうね、そんな切れた。あっちでいいんだ。あ、転がってね。で、ここのバンカーあるやん、うん、このバンカーよりビキッと。なるほどなるほど。危なギリギリは分からんかった。なんか真ん中行った感じだけど。こういうグリーンが難しい。うん、2段グリーン、よいしょ。
ナイス。このピンチはやばいね。やばい、ね、奥のカラーに刺さったやないか。めっちゃ奥じゃない。枝かぶってますか。ちょこっとね。132です。はい、ちゃうか。おー、抜けた。ちょっと方向がまずい。いやー、マジか。あ、バンカーですか。バンカー。あー、飛ばんかった。何番だったんですか。あ、ピッチングごめん。ピッチング、あ、痛かったね。ごめんなさい、ピッチングこれもやっぱ手前から行った方がいい。手前から、いや、俺は突っ込む。どうにかパワープレイに戻したい。左足下がりね。はい。126ヤード。ピッチング、右から壁。OK。 うわ、オーバー。うわ、ロフト立つ。オーバーした。うん、ロフト立つ。マジだいぶ抑えたんやけどね。これがでもグリーンが難しすぎる。難しい。まあでも今はあんまりもうボギーでも最悪ボギーでもいいかなって思って、うん、で2オーバーになるやろ、ボギーで。そうやね。で、みよちゃん1オーバー、はい、で 2パットか。まあまあ太郎さんがだってね、2オーバー、バンカーでも相手に合わせちゃいかんねん。マジで、マジでこういう時叩くっちゃ。己に勝たん。ベスト更新したいしね、そろそろ。うん、60代ね。うん。うわ、ミヨンちゃん、いいとこ。上の段に乗っけと。あ、めちゃくちゃいいやん。マジっうまい。いけ。あ、ちょっと超えろ超えろ超えろ。あ、やばい。あ、やばいかも。あ、止まったし。怖いね、これも。ちょっとごめんけど浮かすよ。うん、浮かしたいけど左足下がりって。カンっていった。入った。お、うまい、うまい。めっちゃうまいやん。でけえこれは。ナイス。めっちゃ下がってくる。春やん、春。春ですね。春ですね。お、これやばい。お、行きそう行きそう。来た。うわあ。おお、くるりになった。うま。うま。うま。あ、切れた。か。はいや。うん。はい。す。ナイスパー。ナイスパー。よっかねー、アプロッチ。オッケー。ナイスパー。ナイスパー。あらした。あらした。うん、プロッチがうまかった。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ、タロさんが、俺が3オーバー。最後、あ、最後、ボギーで。ボギー3オーバー。うん、あ、ボギーとか言わない。3オーバーでいいやろ、終わり。39。それでも39。すごい。ミヨンちゃんが37、はい、それ一緒ですね。はい、一緒です。37。じゃあここが2打差。そうです。今のところじゃあエフロレッセンスの、エフロレッセンスの
言いにくいな。エフロレッセンスね。エフロレッセンス、レッセンス、レッセンスです。はい、のシャツが近づいてるんですよね。近づいとんかな、近づいさぐらいで、うん、いやいや、わからんよね。まだわかんないですね。そうですね、バチバチバチ。まあまあまだ。じゃあ後半に行きたいと思います。はい、では太郎さん、うん、インスタグラム、太郎さんの個人のインスタグラムとアカウントとお店の、はい、エフロレッセンスのアカウントがありますので、ぜひフォローしてください。風呂みたいなってます。エフロ、エフロ、風呂じゃないけど。ドドン。今そこらに風呂がある。単に風呂みたいな。大使が品種大変だ。ああそう。どうミヤちゃん。ユータの。湯気もこう。湯気もこうです。はい、すいません。みよんちゃんのインスタグラムありますんで、はい、フォローしてください。はい、はい、ではこの動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、チャンネル登録チャンネル登録お願いします。お願いします。カミカミやけ、ありがとうございます。疲れる。やばい。こんな。いや、ダメなんだ。おー、出た。